ああ、青鬼だな。とっても青鬼だな。俺の心の中は青鬼でいっぱいだ。ということで、頭の中で青鬼の実況プレイをやっています。プレイ動画は後付けです。脳内実況プレイ動画ってよりか、脳内実況プレイと動画だな。よし、そういう風にタグをつけとこう、パート3からは。てなわけでね、パート3なんですけども、今ゲーム画面行きました。コンティニューから開き、このピヒョって入って今、ゲーム本編に行きました。で、この前私はどうした？そう、この椅子、チェアーに登り、なんとこれを手に入れたと、これ何ですか？わかりません。覚えてないです、もはや。もはや覚えてないです。でね、こっからは、あれですよ。上に行くと、さあ、これを手に入れて、あそこに行こうと思ったら、なんとそこにはミカちゃん、ミカちゃんじゃねえ。うわー、やってきました。ということで、下行って、じゃあ右に逃げよう、右に逃げて、今右来まして、2階隠れたこの地下牢、地下牢じゃないですね、普通の牢屋、こういう牢獄プレイをしましょう。ガチャンと閉め、はい、待っている。ガシャン、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 バタン、ピタン、ビトン、エルメス、シャネル、そんな感じで青鬼は去っていきました。全く意味のわからない擬音、ありがとうございます。そして今戻り、左に進み、で、この、よし、入るよ。じゃあ、この、あれ、新しいマップのとこに入っちゃった。うん、入っちゃった。本棚ある。本棚あって、さっきはミカみたいな、鬼みたいなミカがいて、まあ、もともとミカは鬼みたいなやつですけども、そういう、なんていうの、鬼神としての能力を兼ね備えたミカなんですけども、それはとりあえず置いといて、で、この右上、この上の部屋の、違う、この部屋の右上にあるこの金庫、でもこのままじゃ数字がわからないということで、右に行きました。右に行きましたね。お、タンスがある。これは逃げ隠れるようだね。いいところに設置してくれたもんだ。とりあえず置いといて、さらに右の部屋に行く。お、なんだここは。ここは、なんだ？ここは ここかな？ここで、多分ね、鍵なんだと思う。タンスの上だか、本棚の上にあったやつが。で、これ鍵じゃん。で、ここ開ける。開いたね。で、あ、そうそうそう、牢屋で、数字の牢屋、牢屋で数字で、数字が牢屋。そう、これつけるでしょ？つけると、ボッ！メラッと来ましたやー。来 ましたやー。不思議な言語になってきましたわー。そして、この壁の上、うわー、なんだこのビシャーン、グワーみたいな感じのね、なんていうの、ピカソもびっくりみたいな、ヘレン・ケラーも二度見するレベル、そういう怖さのあるこの絵は意味がないんですよ。どうやって見るかというと、この鉄格子の格子越しに見ると数字が出てきた。6376 多分違うけど、これをもとに、つえ、左の部屋、来たぜ、左の部屋。今はもう真ん中の部屋、そしてもう一個左に行く。そうすると、うん、ここに金庫だね。金庫的なものがあり、4桁のナンバーを入れろと。じゃあ、さっき見た、鉄格子越しに見た、あの数字を入れちゃうよ。ピピピピッと、ピピピピッと入れ、スイッチがオンしてガチャンバリン。おし。地下室への鍵を手に入れたかな？うん。よし。この鍵を持って右に行くぞ。さあ、このタンスのある部屋。あ、タンスのある部屋で、上に進もう。ガチャ、あれ？おかしい、進めないぞ。ガチャガチャ、ガイン、ヒーン、ヒーン、ヒーン、そうだ、覚えてる。俺、ここでびっくりした覚えがある。ヒーン、ヒーンと行き、今行って下に行ったら、これ今どこら辺だ？最初の家に戻ってきてます。で、今2階に行きました。タクロウじゃない、たけし部屋とかのある、風雲たけし城のある部屋に来まして、さらに上に行き、今ピアノのところじゃない、ピアノの上の部屋に来て、そこのドーン下に降りて、ピアノのところでまたこのぐるぐる作戦、ぐるぐるランデブーを行い、はい、次の部屋まず行くよ。うん。で、適当なところへ来て、はい、いなくなりました。いなくなりましたね。今のところまだランダムの青には出てないね、多分。きっとね。で、今、戻り、はい、走って走って、ダッシュダッシュ。R ボタンを押しながらでダッシュ、そんな機能はありません。で、来ましたね。ここがさっきいた本棚の部屋。本棚の部屋に来て、また上に行き、そんで、右上の扉から行き、タンス、ちっちゃいタンスのある部屋に来ました。そこの上に行く。はい、入れた。ちっちゃい階段がある。そして上に行き、ここを開けるぞ。開けて、ガチャン。鍵を使った。そして俺は入った。そうすると、さしとしとぴっちゃん、しとぴっちゃん、なんということだ。ここは一体何なんだ。バイオハザードでいうところの、うまく表現できなかったので、バイオハザードの
バイオハザードの下りはカットしといてください、皆さんの脳内で。そう、脳内でやってるコンセプトの動画なんで、皆さんも脳内でそういういろいろご了承ください。そして左の部屋に入る。うわー、暗い暗い。よーし、暗いんだったらライターをつけよう。はい、つきません。ライターオイルが切れましたみたいな。オイルが切れたということはオイルがどこかにあるということだね。なるほど、これは青鬼の一方的な狩りではなく、俺たちに正気も残していたみたいな、そういう感じよ。ちょっと最近サイコパスってアニメ見てて、そんなシーンあったじゃないですか。鴻上さんと裸の茜ちゃんの友達と一緒に逃げてるときに、なんかトランシーバーみたいな電波発生器みたいなのを見て、これは一方的な狩りじゃない、俺たちにも勝つ要素を出してるゲームみたいなことで見守ってる牧島ってやつがいる気がするぜみたいなこと鴻上さんが言ってたじゃないですか。そのくだり、最近のアニメーションを見てる人、ジャパニメーションを見てる人だったらちょっと分かってくれるかなっていう。はい、そんな感じで、ね、私がこうやって雑談してる間にも、今どこにいるの、これはどこ、もうわか、ちょっと待って、これ上の方に進むとお風呂が違うな。俺伸びはざとごっちゃになってる。伸びはざってさ、確かさ学校の裏山抜けて洋館に行ってさ、上の方に行くとさお風呂があるじゃん。でヒヤーキヒヤーってやつがいるところ、なんかそうそう、あれみたいなイメージ、ここは。でね、多分2階に行くでしょ。で2階来たでしょ、2階来たの、ここに、ここって何階ですか、ちょっと教えてほしいんですけど、ちょっとコメントで教えてほしいんですけど、コメントで書いてくれればね、多分後の今録音してる俺も気づくと思うんだ。今何階ですか、わかんねえ。これ多分あれでしょ、首吊り部屋とかがあって、ここね、そうそう、ロープがあるね。でもこれロープ何の意味もないのかな。うん、ロープの部屋は何もなくて、でロープの部屋の右の部屋には行かないね。木箱のあたりで、なんかで、木箱とライターオイルと部屋とワイシャツと私みたいな感じで、ああちょっと今ね、そう、茜ちゃんの組んだり喋ってる時にも、なんだろう、プレイのしてる方の俺がすごい頑張ってくれたんで、ライターオイル手に入れてくれました。はい、ライターオイルと合体。ライターオイルと合体しました。で、ここら辺でランダムの青鬼が出てくる、出てきた。ガシャまた、ヒー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 、ガシャまた、ヒー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 、ガシャまた、ヒーガチャ。ガシャ。バタン。ふう、逃げ切ったぜ。こういうランダム要素もしっかりと脳内で脳内で展開されてる。違うね、ランダムじゃないな、ランダムと見せかけて俺の頭の中で青鬼すらも、ヒロシだけじゃなく、ヒロシドだけじゃなく、青鬼も俺の手のひらの上で転がされてるよ。棚心の上でコロコロしてやってるよ。そういうプレイです。はっはっは。そして、炭。ちょうどね、左の部屋行く。左の部屋に行き、ここで、暗いんだよ。で、ライターオイルと合体させてある、スーパーライターがあるので、キャンドルがあるので、ろうそくがあるので、つける。そうすると、ぼ、ひ、なんと、たけし、ドアの脇に、たけし、画面上でいうとこの、ヒロシのちょっと右かつちょっと上のあたりにたけし。ヒロシドか、驚かせんなよ。たけしくん、科学的に考えて無事だったんですね、たけしくん。ああ、でもみんなとはぐれちまった。みんなはもう青に食われてる。いや、ブルーベリー色をしたあいつを見たか、あいつに食われてるんだよ。俺がみんなで町外れにある古いとこに行かなければ行こうぜって、中島が磯の野球しようぜって誘った時のテンションみたいな感じを、その表現を持って誘わなければこんなことにはならなかったんだ。俺のせいで。うわー、エンダー。いやー、たけしくーんと、たけしがいなくなって、で、この部屋に銅像があるんですよ。銅像をずーずいずいと動かす。多分ね、両手を使ってずーずーと動かしてるのかな、それともバイオハザード1、2みたいな感じで、肩とかを使ってずーずーって動かすのかな。うん。昔、ああいう動かし方で、学校の机とか動かしたわ。掃除の時間にさ、
あの端っこに寄せるじゃん。その時にたまにあのバイオハザード押ししてた、ズーズーみたいな、すっごく効率悪いあの押し方で、今あの階段のところまで持ってきました。ちょっと手前の部屋のね、階段のところでプッシュしちゃうぞと、ガシャーン、ガラガラガラーン、中から宝石が出てきたぞ。ブルーな、ブルーな、ターコイズな感じの出てきたね。綺麗だ。よし、綺麗な石を手に入れたので、綺麗な石なんで、あ、そういえばちょっと言うの忘れたんですけども、人形手に入れてます。で、これからこれを燃やしに行きたいと思いますけど、なんか俺の脳がオーバーヒートしてきたんでちょっと脳内実況プレイ動画ってね、普通の実況プレイよりもね、脳をものすごく使うんですよ。ほんとね、俺の前頭葉今焼き切れそうなんで、終わります。おしまい。